んです。今日は脱毛の動画です。今日はこのヌルっていう薬用リムーバークリーム、これをやります。で、見たらね、Amazon のランキングで1位だったんですよ、これが。で、あ、じゃあ除毛クリームこれ買おうと思って Amazon で見たんだけど楽天で買ったっていう。でもね、私ね、楽天で買ってよかったって思ったことがあって、まあ楽天にもいろんなショップあるんですけど、たまたま私が買ったその楽天のショップがね、ちょっと届いて本当感動したんだけど、こういう感じで包装されてきたんですね、このエアクッション。で、なんとメッセージカードがついてたんですよ。普通に買ったんだよ、これ。案件でも何でもないから。この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。またのご利用を心よりお待ちしております。こういうの結構キュンとするのね。どこのショップだったかな。ちょっと後でじゃあここの優しい優しいお店のショップリンク概要欄に貼っておきます。ヌルリムーバークリーム、これは顔とかヒゲにはできないらしいです。あとアイライン、オーライン、血芸ですねとかには使えないっていうことです。 V ラインは大丈夫ってことですね。使い方はあの普通の除毛クリームと同じで、前これも動画に出したんですけど、このビートっていう除毛クリームで除毛したんですね。でこれも普通に良かった。コメントで匂い臭くないですかとか、これ匂いきつかったっていう人いるんですけど、今発売されてるやつは全然匂いは大丈夫です。こんなに匂っても全然うってならない、普通に私はいい香りって思ってます、まあ、私の嗅覚が正しければ。うん。でこれ原産国がフランスなんですよ。だからかは分からないんですけど、一応敏感肌用とはなってるんですけど、まあその動画でもお伝えしたんですけど、時間を長く置いてしまうと痒くなったりとか赤みが出たんですよ、私は。でもまあ全然除毛効果はありますよ、しかもどこでも買えますよっていう感じのもので、いい商品ではあります。ちょっとね、刺激が私には強かったっていう話です。でこれは完全にもう容器も中身も全部日本国内で作られてるものらしいんですよ。だからそういうのもね、一つちょっと買う決め手となりました。あと保湿成分のアロエエキスとかも入ってたり、女性も使えるくらい肌に負担も少ないっていうこの除毛クリーム。はい、じゃあ早速やりたいと思います。スタイリッシュだよね、入れ物。うん、気になる匂い。あ、大丈夫だ。何の匂いだろう。こんなテクスチャーです。この近距離で匂っても全然大丈夫なぐらい、すごい匂いが抑えられてます。ニベアのクリームにちょっとパーマ液垂らしましたみたいな、めちゃくちゃ的確だと思う、この例え。ということでやっていきます。あ、その前に私の現在のすね毛をお見せいたします。2ヶ月前に100均の脱毛ワックスシートってどうなのっていう動画を出したんですけど、まあその結果はまばらにしか取れてないよねっていう感じで終わったんですよ。っていうことで、その時生き残った生命力の強い毛たちがまばらに楽しそうにこう今踊ってる状態なんですね。じゃあ今日も言わせていただきます。女子には毛が生えないと思っている男性がいらっしゃるかと思いますが、女子だって人間なので毛は生えます。冬になれば頭皮からフケが出ます。まあいいやっていう感じで、男女仲良くやっていきましょうということで、はい、私のすね毛を見ていただきましょう。では、あ、ズームにしていけばいいんだ、やば。しかも乾燥してるね、肌。え、キモ、マジキモ。映った。こんな感じですね。今日も GU の短パンでお届けします。なんか前のビートについてたスポンジがあったので、これで伸ばします。結構塗っちゃいます。除毛部分の毛が完全に根元から覆われるように塗ってくださいって書いてるので、結構多めに。あの、この距離だとマジで無臭。本当に優しいと思う、これ。塗って5分待つらしい。5分から10分放置した後に取ってくださいって書いてる。で、めちゃくちゃ剛毛な人はさらに5分置くといいらしい。じゃあとりあえず私は体を張ってですね、痒くなるのかっていうのを知りたいので10分置きたいと思います。もし痒くなって耐えられなくなったら途中でやめますけど。こんな状態、なんかわかんないけど雪の宿思い出した。元気だね。
はい、では10分待っている間に私の携帯メモコーナー行きましょう。で、今日は2019年4月に感じていた私の悩みを4つご紹介します。1、布団カバーがめんどくさい。こんだけ文明が発達してるのにさ、あの布団カバーの仕組みだけはどうにかならないもんかねと思っております。で、今こんなに文明が発達しているのに改善されないのかで思い出したんですけど、自販機にいい加減5円玉入ってもいいんじゃないって思うんですよ。え、なんでだろう、急に気になった。で、5円玉入らなくて買えなかったこと結構あるからね。1円玉も入んないよね、そういえば。技術的には可能らしいんだけど、少額効果がに対応させるとそれだけ自販機のお釣りが出る口が大きくなりますので、省けるのなら省くという判断らしい。で、あと効果の判別の部分で追加で1円玉とか5円玉とかその2種類分の判別機能をつけるとなると、そこの部分も結構大掛かりにスペースを取っちゃうから、その分自販機自体が大きくなってしまうんだって。いろんなとこに置けるサイズじゃなくなっちゃうらしい。在庫商品の入るスペースがちっちゃくなってしまうからっていうことで1円玉と5円玉を省いてるんだって。まあ、技術的には即可能なんだって。まあ、そりゃそうだよね。はい、話は戻りますが、布団カバーがめんどくさいっていうお話でした。2つ目、開いているエレベーターに乗り込むのが怖い。これわかる人います？たまたまエレベーターが開いてて、あ、やったと思って乗ろうって思ったら、なんか急に閉まって、なんかそのエレベーター事故みたいになっても嫌だなっていう。で、まあ開いてるエレベーターに乗るのが怖いっていう。3つ目、血管が怖い。昔からなんですけど、自分の血管とかちょっと触るの超苦手なんですよね。悩みその4、誰も悪くないんだけど人と静電気が来た時イラつくって書いてる。バチッってなるよね。確かに約1年半前に書いた悩みですね。10分経ちました。今の状態を見てもらおう。縮れてる。今12分置きました。さすがにね、ちょっと12分置くとちょっとピリピリっと痒くなってきます。本来5分がいいって書いてるんで、5分は全然痒くなかったです。取っていきます。え、なんかついてるし、いきます。こうするとマジで取れるんですよ。うわ、めっちゃ綺麗に取れた。これは超ツルツルになりました。ちょっと見て。え、すごい、これはすごいかも。すごくない？完全にのいてる。小池もほらちゃんとのきます。これなんか紙とかもしかしてこのカード使えっていうことなのかな。ちょっと、え、マジ超ツルツルになったんだが。ないよ。むっちゃ取れてる。スポンジにもめっちゃ毛が。今流してきました。やばい、めっちゃツルツル、超スベスベになりました。肌に優しい。あ、アップで見た方がいいよね。ちょっと待って。はい、同じアングルでいきます。やばない？一本もないです。超すべすべ。やばい、しかも乾燥がちょっとね、良くなってる。めっちゃいいです、これ。超すべすべになって、なんか乾燥肌も治って、アイラインとオーラインと、この顔にはできないらしいんですけど、他は全部できるので、V ラインも OK で、使える範囲も広いので、とにかくめっちゃ肌に優しく除毛できる。さすが。国産ですね。で、なんか手の届かない背中とかも全然これだったら塗れるし、まあ、もしね、塗れないよって人はね、まあ、元彼にでも塗ってもらって、
っていう感じで良かったから、これは実家に送って残りはお兄ちゃんにあげようと思います。私多分クリスマスあたり実家に帰るので、その時お兄ちゃんの足で撮影させてもらえるから無理かな、わかんないけど除毛力もすごいのに、すごく肌に優しいヌル除毛クリームでした。これ優しいメッセージカードつけてくれたところのショップのリンク貼っときますので、もしよかったらそこから買ってみてください。もう冬になって結構肌とか隠れてきたんですけど、いざという時にやっぱツルツルな方がいいですよね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。